やっほ、みなさんこんにちは、なんかインスでーす。おかげくんでーす。急がないと。私たちは今からどこに行くんですか？長崎。そうです、長崎。実家の方にですね、急に帰省しようと思いましてですね、こんな真っ赤な髪の毛で絶対実家の風呂この髪の毛で汚れるぜ。かなえさんが一生懸命落とすだろうね。だけどって言いながら、かなえさんがっていうかさ、キツネさんが下に待ってるのよ、送るために、うん、私たちそれを20分ぐらいね待たせてるわけ。それで私たちのんびりこんな準備をしてるわけよ。しかも2時間後に出発なんですね、飛行機だけど。まだ家なんです。大急ぎ大急ぎ。忘れ物ないですか、うん、自分でちゃんとリュックに入れたの、うん、あれ忘れた、これ忘れた、ないからね。ない。じゃあ大丈夫そう？大丈夫大丈夫。本当に？とりあえずですね、私たちはガンガンダッシュで長崎の方に行ってみたいと思います。すごい竹海さんとかなえさんがすごい心待ちにしてたので、れいちゃんはちょっとお仕事があるから後で合流って感じですけども。よく行かないとさ、待ってる。ねえ、うるさいわけ。わかった、急ぐ。さよなら。さよなら。ほほ、僕メッキー楽しんでね。ほほほほ。はい、ということで今車に乗せてもらいまして空港に向かっておりますけども、大丈夫そうですか？混んでないですか？混んでない。そうですね。なんかトカゲくんが最近ハマってるネタを言います。おい、2時41分や、逮捕や。おい、おっぱむかい。わっぱ。え、ラッパ？やかましな。物語や。パンツって10回言って。パンツ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 。はい。え、頭大丈夫？わけわかんないよね、最近。トカゲくん連れてる。なかなかキッタン連れてる。とりあえず、また。いなくない？ちょっと。まあ、いなくなるって俺の動画であげていい？私は長崎が実家じゃん。トカゲくん学校じゃん。こういう時に帰っとかないとさ、焦るんだよね。ああ、帰らないとっていうさ。だから、すごく羨ましい、実家が東京にあるって。すごいいいなぁと思う。地元の友達とかもいるしね。ねえ。今日仕事だったじゃん、うん、本当はタクシーで行く予定だったからさ、送ってくれてありがとう。タクシー代ちょうだい。500円でいい。300円。うわ、ありがとう。ジュースにも。ちょっと待って、メーターのところになんか切り花の一生ってあるんだけど、どういうこと？曲名。曲名。あ、曲名なの。ランダムで出てくるんですよ。そう、なんか好きなやつって多分 AI があれしどんなやつ？切り花のように。ちょっとわかんない。切り花のように、そういう歌なんだ。あ、いよ、僕のモノマネ楽しんでいってね。あ、いよ。ちょっと最近テンションおかしいよね。アメリカから帰ってきてちょっとおかしくない？アメリカンジョークめっちゃ言うようになってない？本当に静かにしてくれる？だって喋ってないと僕生きてられないんだもん。お願いだから静かにして。まず宿題絶対やってよ。やるって。絶対思い出させない。思い出させないでっていうか、思い出させないってやらなかったの？やってよ、自由研究ちゃんと。でもさ、本当にこれは聞くけど、パパやってたわけ？やってた。え、あの割と早めに多分終わらせてたタイプだと思う。この性格じゃ覚えてないけど。マジでやってたの？ちゃんと。確かに期限とかは守ってたと思う。なんでじゃあ宿題やっててさ、英語何点だっけ？7点なの？11の一番最初の。え、宿題ちゃんとやってる人がさ7点取るってさ、結構なさポンコツ。中学はもうやってた。クレーにクレー倒してた。小学校や。自由研究とか親父と一緒に作ったよ。どんなに？やってたの？割り箸を使ってどんなに。まあ、やってた気がする。へえ。偉いね、意外と。親父がそれ作るの好きだった。休校作業が楽しい。年ごとに変わるとかだった気がする。偉いですね。私は頑張ってなかったけど、小学生の時。すべて私は最後にやってた。
それはね、私のね台本を覚えるのにもね現れてるから。結局私ギリギリまで覚えないじゃん。でもパパはさ意外とさ読むじゃん、結構早めに。そうね、私さ台本さえ読まないからさギリギリまで。大丈夫だからね。やっぱりそこは性格が出てるよね。小さい時の宿題をやるかやらないかみたいな。そのだから、もうそういう意味では多分本当にちょっとこうやっちゃわないところにいかなければそれなりにやってたんだと思うな。じゃあありがとうございました。気をつけて。さよなら永遠の別れみたいに。さよなら。実家に帰らせていただきます。あー、もう帰ってきませんから。さようなら。まぐさしただけなんですバイバイ。じゃあね、じじばばの言うこと聞いて。じゃあね、さようなら。気をつけて。バイバイ。家散らかしてきます。そしたらもう帰ってきません。さようなら。着いたよ、長崎に着きました。イエーイ。2時41分だよ。おい、わかんかい。まだ言ってんの。あー来た、ただいま。迎えに来てる竹文さんとかなえさんです。ただいま。おかえりなさい。長崎です。イエーイ。ただいま。はい、おかえり。重かよそれ。こんばんは。あ、こんばんは。え、一緒に。ああ、いいですよ。私も長崎出身です。ありがとうございます。長崎はすぐ気づかれます。赤い髪なんて誰もいませんから。なんかね、飛行機でちょっとご飯の出たっすね。あ、そうなの。ちょっとだけ食べたっちゃけど、もうさ長崎暗いからさすごい見えないの。真っ暗やけんさ見えんじゃん。これ長崎空港撮ってないの。長崎空港長崎空港しか光り輝いとらんて。もうめっちゃ暗かけんさ、もう真っ暗闇。今からささっとご飯を食べに行きます。すごい全然映ってない。もう田舎暗すぎ。おかえりなさい。ジージとバーバに言いたいことありますか。2時21分逮捕や。おい、ワッパ持ってこい。ワッパ。え、ラッパ。やかましな。ちょっとね、謎のちょっとギャグがあって最近。今日ずっとこのテンションだからね。ちょっと様子がおかしいね。もうなんか意味わかんない。なんかこんなことやってね。パンツって10回言って。パンツ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 。なに、頭大丈夫？病院行く？最後に大声で言ったのがやばい。やばいね、バーバちょっとやばいね。さすがデンジャーの娘だね。今日さ、完全にさ、迎え方がさ、デンジャーだったわけ。そうよ。そうよ。あの、そっくり。もう毎回、空港に着くたび、あの、こうやってさ、そうそうそう。影からこうやって見てるわけ。もうそのさ、姿がさ、もうばあちゃんにそっくり。ゆっくりでさ、ゆっくりよ。シャインマスカットの、はい、今から何を食べるんですか。おーがた、今から何を食べる。鶏焼きじゃないよ。今から焼き鳥を食べます。いつも来てる鶏マサさんです。でも最近テイクアウトが多かったね。はい、サラダがでーす。赤い髪の毛似合います。ところで似合いますよ、いつまで。ずっとです。え、一生これです。トカゲくんは普通の髪の毛よりカラフルなママの方が好きなんだって。トカゲくん何にしたいの。マヒカンでしょ。マヒカンはおかしいよね。何にしたいの。ハゲ。これでしょ。これ美味しいよね。トマト、チーズ、チーズ巻き。美味しいもんね、これね。うん。なぜか私が運転しておりますけども、じいじがお酒を飲んだのね。私が運転してます。ごちそうさまでした。じいじがカメラマンです。じいじがカメラマン。映ってるちゃんと。うん、映ってるよ。こんな暗い道だけど映ってるちゃんと。家に帰ったらやつがいるんですよね。ポテ君。ポテ君が。ポテ君何キロ。7キロ。巨大猫じゃん。あとニコニコちゃん。悪い。大きめのトイプードルだよね。5キロです。5キロです。あれ、持ってきた。ただいま。
かわいい。ポテッタン、おいで。おいで。トリミングした？したよ。サロンに行ったの？うわ、超綺麗になってるじゃん、だって。うわ、逃げた。ただいま帰ってきましたよ。なんかすごいことになってるんだけど。水族館になってる、私の家。本当だ。すごいじゃん。海外セレブの家みたいになってるじゃん、これ。完全にここの方が芸能人の家じゃん。ウケる。魚の説明があるんだけど、ここに。ルンバのさ、新しいやつもあるじゃん。買ったの？買った。しかも見て、水吐きくんの。そうそう。これ超いいやつじゃん。水をずっと拭き掃除する。なんかすごい豪華になってるし。え、なにこれ？お米の精米機。精米機。精米機もあってすごいね。空気清浄機も変わってる。下もマジで全部新しくなってるじゃん。ポテタン、ポテ。うわ、これで釣らないと来ないの？これ一つ取って、はい、うわ、すごいすごいすごい、はいはい、うわ、やってごらん、食べてごらん、そうそうそう、あー食べた、落とした、もう一回、もう、わー来た来た、あー自分で食べた。ジージとバーバにお土産を渡してください。はい、アメリカのお土産です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パパのパパのいつも使ってるジミーチューの香水と。何これ？これさ、完全にビジネスクラスのさ付属品ポーチビジネスクラスのグローブトロッターの、はい、ポーチ、ママに。はい、でこれはジージにロックンロールコースターって言って、あのエアロスミスのジェットコースターがあるわけ、うん、にあるの。そう、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。お風呂セットのシャンプー。これは CBD って言って、今流行ってる CBD オイルとかさあるじゃん、それのあの CBD 入りの石鹸、うんうんうん、だからこれで夜体洗ったらちょっとリラックスして寝れるみたいな感じ。ありがとう。これはだいぶ使えそうですね。そう、すごいさ、でかいね。すごいアメリカサイズ。アメリカサイズ、すごいでかい。久々実家に帰省しましたが、私の家よりも芸能人みたいな家に住んでらっしゃるね。羨ましい限りです。それでまさかの家が熱帯魚屋さんみたいなあれになってましたけども、この人たち全員売ってますよ。なんか本当金魚屋さんみたいになってるじゃん。ね、かわいいでしょ。夏祭り開催されてるじゃん、うちで。かっこいい。ジジ似合う、似合う、うん、似合うじゃん。イエロスミスコースター、ロックンロールコースターね。いいね。送ったやん写真。そう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 。明日も早いからちょっと早く寝よう、うん、はい、ということで皆さん今日の動画を見てくださってありがとうございました。久々に実家に帰省してゆっくりしたいと思います。でもちょっと YouTuber だからやっぱ YouTube 撮らなきゃいけないから、なんかネタない？なんかちょうだい、面白いスポット。デンジャーばあちゃん以外。デンジャーばあちゃん、デンジャーばあちゃん、はい、トカヤくん最後の締めやって、はい、決めて。チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。そしてまた次の動画でお会いしましょう。なんかリーサでした。トカゲくんでした。バイバイ。パパでした。パパでした。カナエさんでした。バイバイ。ポテトでした。